はい、皆さんおはようございます。夜勤から帰ってきたところです。2018年最初の仕事の日でしたけど、まあなんとかね、無事に終えてきました。ちょっと休みボケの部分もありましたけど、まあ問題はありませんでした。はい、それではね、今日もご飯を作っていきたいと思います。はい、今日はね、ワインを2種類買ってきました。ビストロとリラ、こちらのリラのプレミアは飲んだことありますけど、こっちの赤の方はまだ飲んだことないです。まあ、ビストロの方がちょっと安いんですけど、ちょっと飲み比べをしてみたいと思います。グラスがね、大きさ違いますけど、同じ大きさのものがありませんでした。まあ、これを使いたいと思います。はい、まあ、味見ですので一口入れればいいぐらいですよね。はい、そしてこちら、まろやかで幸せなワイン。まろやか、はい、こんなもんでいいですね。ビストロの方から飲んでみたいと思います。ではいただきます。酸味が結構ありますね。酸味、酸っぱい感じ、あと渋い感じですね。渋い感じ、でも悪くはないです。この渋みがいいですね。変に甘いよりはこのぐらい渋みがあった方が僕は好きです。はい、ビストロでした。そしてこちらはどうでしょうね。リラ、乾杯。確かにまろやかです、まろやか。そして酸味がそんなにないですね、これはね。今こちらビストロ飲んだ後だからかもしれないんですけど、こっちの方が甘み、はい、まろやかで飲みやすさがありますね。渋みがないです。普通の人は多分こっちの方が美味しく感じると思います。飲みやすいです。変な渋みがないんですね。まあ値段もね、違います。こっちの方が安いです。こっちは若干高めですね。このワインも楽しみたいと思います。乾杯。はい、今日はね、ビーフシチューを作りたいと思います。以前も一度だけ作ったことありますけど、その時は牛肉を使わなかったので、今日は牛肉を買ってきました。玉ねぎ、ニンニク、じゃがいも、人参はこれ昨日の使い残り、金時人参です。そしてブナシメジ、これも 2,3 日前に買ってきたもので、まだ使ってなかったので、ビーフシチューに使うか、それとも野菜炒めの方に使うか、ちょっと考えてるところです。はい、ビーフシチューなんですけど、作り方は書いてあります。普通はね、肉と野菜を最初に炒めるんですけど、僕は炒めずに直接煮込みます。
まあ理由はいろいろあるんですけどね、油あまり使いたくないし、結局同じことなんですよね。で、煮込むことで肉のアクも取れますんで、ね、アクがだんだん浮いてきますんで、アクを取ってその後で野菜を入れたいと思います。アクが浮いてきましたね。このアクを取り除いていきます。今日はメイクインのじゃがいもを使います。比較的皮は剥きやすいですよね。細長いので、自分の手の皮も切りやすいので注意しましょうね。ちょっと散らかっちゃった、ごめんなさい。ほぼ同時に全部入れてしまいます。よいしょ。はい、これで蓋をして、はい、だいぶ野菜も煮えてきたところで、このルーね、箱の2分の1全部入れます。あ、これ入れる前に割った方がいいみたいですね。4つに割ります。よいしょ。チョコレートみたい。はい、はい、これでほぼ完成なんですけど、これだとなんか青いものが足りないですよね。ちょうどセロリがあるので、セロリを入れて完成にしたいと思います。セロリです。はい、これでもう完成。セロリを入れてほぼ完成。火を止めます。うん、美味しそうですね。久々に牛肉を使いました。ビーフシチューね、完成しました。なかなか美味しそうですよ。それでは早速食べてみたいと思います。人参からいきます。いただきます。うん、美味しい。うん、なんだろう、このね、トマトの味ですね。トマトはもちろん入れてませんけど、ルーにトマトが入ってると思います。本当にうまい。うん、牛肉はね、かなり久しぶりです。もう何年も食べてないと思います。うん、うまい。柔らかい。そして仕上げに入れたセロリです。これも香りがいいですね。うん、あのセロリが好きな人であれば全然問題ないです。うん、僕は全然いけますね。セロリ好きですんで。美味しいですよ、セロリ。うん、はい、スパイスとしてもね、いいと思います。
なんかね、トマトの風味がすごく効いてます。うまい。まあいろんな野菜が使われてるみたいですね。人参、かぼちゃ、トマト、ブロッコリー、パセリ、いろいろ入ってますね。トマトの風味がすごくいいですね。はい、こちら S&B の出している溶け込むビーフシチューでした。これはなかなかうまい。うまい。じゃがいもも柔らかく煮えています。いいですね、じゃがいも。ホックホクのじゃがいもです。うまい。結構ね、食べやすいのでね、食べ過ぎてしまいそうです。はい、そしたらワインでも飲みましょうか。僕はこっちの苦い方、こちらのね、渋みの強い方を飲みたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。渋みがあって酸味もある。でもね、まろやかさもあります。料理によく合います。これはね、ビーフシチューによく合いますね。渋み、酸味、でもまろやかさもあります。いいですね。